料理の妙味。北王子魯山人。うまい料理をしようと思ったら、その根本は食品材料を生かせばよい。それだけのことである。材料を生かすということは、死んだ魚を再び水に泳がすというような、そんな無理なことを言うのではない。砕いて言えば、うまいものは酔いにくいという。これを実行すればよいのである。せっかく酔いにくえばうまいものを、 そうしないで、翌日に残して味を殺す。これが料理法の根本儀に背くものだと知ればよいのである。牛肉など新しいのは硬くていけないが、これなど例外で、大体は新鮮がうまいと決まっている。鯛の刺身のように取り立てもよし、一日ぐらい手当てしたのもよし、というようなものもあるが、小魚に至っては何としても水切りに近いものをよしとする。 素材はなおさらのことであると知らねばならぬ。土を離れて時の経つにつれ味が良くなるなどという素材はまずあるまい。これだけ知ってもうまい料理はできるはずである。次に心うべきことは全てのものは皆各自独特の味、持ち前の味を持っている。これを生かすということである。少なくともこれを損じてはいけない。我々が日常食う魚類は だいたい決まっているようであるが、それでも1年を通じて数えたら、何百何千と多種類に上るであろう。山から畑から採る素材の種類も魚類に劣らぬ数であろう。この何百種類のものは、一つ一つに異なった特有の持ち味を身につけて生まれているのである。こここののの特有の持ち味に着眼するる。とが肝心ななであるそうう、してこれを失わないよう 心遣いをするのが料理人の根本精神であらねばならぬ。なぜといって、その特有の持ち味は、人に人工の作り得るような生やさしい味ではないからである。塩、醤油、酒、みりん、砂糖、味の素、鰹節、昆布、煮干しなどは、味付け量としていずれも良き味の持ち主ではあるが、これはどこまでも補助材料であって、 これらの味付けで何かをうまく食うものと考えては間違いである。調味料は以上列記したものを数えてみても、10種にはならない限られた少数である。ところが3階の幾千、幾百種の食物は、その一つ一つが特有の味を持ち、しかもそれは人に人口の食わだて及ばぬ特色を有しているのである。この特色ある天然の持ち味を軽視して、 みだりに人意を施し、味のカクテルを作って得たりとするがごときは、けだし、自然の味を冒涜するものであるとせねばならぬ。補助味も、塩だけが良いものは塩だけ、酒だけが良いものは酒だけ、鰹節だけが良いとするものは鰹節だけ、昆布だけが良いものは昆布だけというふうに、調味を知って考えを下さねばならぬ。もちろん、こうとおつと、あるいは、 甲と乙と兵を合体して補助する場合もある。しかし、要は補助身を賞味するのではなく、本体の魚、鳥、素材をその持ち味で賞味させるのが目的であるのだから、それに適合する補助身でなくてはならないのである。その持ち味で賞味させるのが目的であるのだから、それに適合する補助身でなくてはならないのである。この呼吸を飲み込むには、 相当な経験というものがなくてはならないから、一朝一夕というわけにはいかないが、普段の注意力により、いつとはなしに頷かれるものである。これが頷かれてくるようでなくては、料理は面倒が先に立って進みがたいのである。ものさえ分かってくると、おのずから趣味はできてくるものである。趣味ができてくると面白くなってくる。面白くなってくると、いやおなしに手も足も軽く動くものである。 頭のエンジンまで軽快に働きかけて、トンチトンサイも続発し、独創の料理が自然と生まれてくるものである。合理合法による独創には魅力が伴うものである。魅力あるものにあらざれば作品の躍動しないことも決まっていることである。躍動の作品、それは魅力と握手し合体した作品である。料理屋の料理のコーチを無条件に是として真似とする お手裁料理は真の料理の極意を知ってのことであるとは何としても言えないのである。昭和13年。